はい、ランチって書いてあります。はい、居酒屋サブロ。サブロ？サブロ？どっちこれ？サブローね。居酒屋サブロー。はい、ランチやってます。やばいるよ。やばいる。おはよう。今日はプーマのパーカーだね。寒いからね。あ、T シャツやめたの？ミッキーの T シャツ。ほんと？もう捨てた？ワイルドだね。もうランチョウさん捕まっちゃって。はいはい。逃げれなくなっちゃった。行くよ。行こう行こう。あれ店長、どうもどうも。いいですかランチ？大丈夫です。はい、サブローランチ11時半から14時半。自家製ミートソースと彩り野菜のペペロンチーノとチキンローストクリームソースとオムカレーライス。え、ヤマエルもう決めたの？もうヤマエル決めた。何すんの？まあ俺わかるから当てさせて、ペペロンチーノでしょ。おい、俺だよこれは。俺もう決めたもん。俺はヤマエルでしょ今日。俺チキンローストがいい。もう見た瞬間これで。俺もいや、取り合いっこじゃん。じゃあ今日はヤマエル俺これがいいんだけど、いつも譲るじゃん。いつも譲るでしょ。だからヤマエルは今日はやっぱりヤマエルオムカレーでしょ。そうだね、カレーだね。そうだよね、そうだよね。やっぱカレーだね。オッケーオッケー、はい、あーよかった、ヤマエル優しい。はい、ヤマエルだよ。店内雰囲気はね、こんな感じね。カウンターがあって、テーブルがあって、まあお座敷もあるんだね。ポリンゴ立つ式のね、まあ宴会場みたいな感じになる感じね。うん、結構広いんだね。さあさあ、じゃーん、やめるでよ。じゃーん。今日いいね、キレッキレあるね。キレッキレでしょ。はい、スープ来たよ。スープ、うん、うん、何このコリコリしたの。おかげで、うん、何これ、コリコリしたの。うん、エノキじゃない。あ、エノキじゃない。あ、エノキか。白いのかな。うん、普通のコンソメスープってこと。えのき入りの、うん、山色は詳しいな。うん、うん、うまいよ。スープもう飲んじゃったの。完食。はい。10分経過15分経過。スピード大事だよ。18分経過、20分経過。来たよ、山根。来たよ、来たよ。チキンローストと、なんだっけ、オムカレーライス。限定オムカレー。オムカレーライスね。山根、どっちにするの？山根？うん。山根、チキン？あ、そう。じゃあ、俺、カレー食べるの？じゃあ、いいよ。いただきます。じゃあ、2人で仲良く。食べていきますか。ね。はい。じゃあいただきましょう。山フォークもあるよ。ナイフもあるよ。じゃあおカレーね。どうかな。いただきます。うん。ああ。うん。うん。うまい。うん。山のライスないの？うん。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 うん、おかずだけ？うん、おしゃれだね。何くれるの？うん、やさごじゃん。チキンローストね。チキンローストいただきます。すいません、取り皿ください。じゃあヤマエルにもあげるから。うん、いいよ。あとスプーン1個ください。はい。
仲良しだからね、シェアして食べちゃうからね。これ欲しいですよ、ね、はい、ありがとう。もうね、ベジファースト美味しそうな。え、何言っちゃってんの、ヤマエル。ヤマエル、いつもお世話になってるからいっぱいあげるから。あげるあげる、もうちょっと辛いんだよ。そういうこと。はい、これヤマエル。はい、食べてね、ヤマエルいっぱい。うん。うん。でもね、最近ほんと辛いのちょっと食べれるようになったからな。うん。あんま、まあ、ちょっと辛いけど、うん、あんま気にならなくなった。うん。続けみたいな。なるほど、うん、はい、ということで、今日はね、居酒屋三郎さんの居酒屋ランチでした。まあ居酒屋ランチなんでね、まあ種類はメインは4種類ね、ね、こんなやつから選んで食べる感じ、ね、今日はカレーとチキンローストクリームソースをいただきました。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。バイバイ。バイバイ。